はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、真のイケメンを見分けるために必要な方法について話したいと思います。まあ、イケメンですね。これ内面的な話は、これ、今回は関係ないです。もう外見、顔だけの話。で、何が一番のイケメンなんだろうって考えたときに、やっぱりまずですね、まあ、僕思うのが、その、人の外見って髪型ですごくごまかせると思うんですよね、髪型。要は、その、美容師の技術も上がってるし、ね、そのいろんな今ほんと髪型があって、髪型一つですごくごまかせるんですよね、人の顔って。だから逆に言えば、じゃあ一番ね、そのなんていうの、いわゆるその髪型でごまかしてる人、雰囲気イケメンとか言いますよね。雰囲気がいいみたいな、なんかね。で、じゃあどういう風にしたら本当のイケメンか確かめる方法があるかっていうと、要はその髪型の要素をなくす、つまり坊主だと思うんですよ。坊主、僕坊主にしてもイケメンなやつが真のイケメンだと思うんですよ。髪型のごまかしが効かなくなったみたいな。だから例えばの話、じゃあ嵐で考えてみましょうか。嵐ね、嵐で考えた時に全員ちょっと皆さんどうですか、嵐も頭に浮かべてください。でその後全員坊主にしましょう。ブワーッつってね、全員坊主にしてみてください、頭の中で。すると例えば僕の中で、桜井翔くんとか松潤はなんか坊主にしてもなんかイケメンな感じしません？なんか目鼻立ちパッチリしててみたいな、イケメン高校球児みたいな感じしますよね。じゃあ逆に坊主にすると、あれって思うのは、大野くんと相葉くんっているじゃないですか。どうですか、頭の中で坊主にしてみてください。なんかちょっと微妙な感じしません？どうですかね。はい、なんか大野くんはなんか戦後間もない日本の少年みたいなね、なんかタンクトップ着て半ズボン着てね、なんか虫取り網持ってなんか野原駆け回ってみたいな、戦後間もない日本の少年みたいな感じになるし、相葉くんはなんだろうな、坊主にした感じ、まあすげえいいやつなんだけど、なんかそのなんか高校の野球部の2回戦負け毎年するくらいのチームのめちゃめちゃ明るいムードメーカーみたいな感じがするっていうか、すげえいいやつなんだけどイケメンではないみたいなね。はい、で二宮はちょっと微妙ですよね、なんかこれが普通くらいかもしれません。まあそんなわけでやっぱりね、なんかだから坊主ってごまかせないと思うんですよね、やっぱり僕は。だからいわゆるその雰囲気イケメンで言うと、例えば星野源とかすごい人気じゃないですか今。あの人ってまさに雰囲気イケメンみたいなとこありますよね。星野源坊主にしてみてください、頭の中で。どうですかね。ね、冴えない和尚ですよ。ただの冴えない和尚ですよ、あれは。はい。で、じゃあ逆に女の子の、それ何かなって考えたんですよ。僕、女の子でごまかしか効かない髪型。女の子もやっぱり前髪重めにしたりとか、なんかこう触覚っていうんですかね。ああいうの使ったりとかして、いろいろ、まあ、ごまかし効かせてるパターンがありますけど、ごまかせない髪型何かっていうと、あれですよ。オールバックだと思うんですよ、オールバック。なんか新体操とかやってる女の子とか、シンクロナイズドスイミングやってる人が、なんかめちゃくちゃ後ろにグググってこう、なんかギャーってこう思いっきりこうきつくやったオールバックあるじゃないですか。オールバックここでやった団子みたいな。あれって、どうですか？あれやると、ごまかし効かないと思うんですよね。すごく。なんか、いろんな女性いますけど、ように可愛いとされてる。あの髪型頭の中でどんどんやらしてみてください。それでも可愛い子もいれば、それしちゃうと、あれみたいなことも結構いたりする。感じが僕の中でするんですよね。まあそんなわけですね、もしかして本当のイケメンが確かめたかったら、一回頭の中で坊主にしてみてください。坊主にしてみたら、なんかただの冴えない野郎になる可能性が出てきちゃう、まあ出てきちゃう可能性もあるので、しない方がいいのか。何にせよちょっとね、試してみてください。まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。